フランス国防省管轄の研究機関が先日発表した報告書には中共が台湾に対し遂行している非対称作戦が詳細に記されています福建省福州市には中共軍株組織の三一一基地があります謎の多いこの基地は中共の実施する三線の本部です三線とは世論戦、心理戦、法律戦を指しています フランス国防省管轄のフランス軍事学校がこのほど発表した中国の影響力作戦にはこの311基地の内情が数多く記されています報告書によると311基地は複雑な構造をなしており軍機構のほか民間メディアを装った複数の会社も保有していますそれらは軍機関の活動をカムフラージュする役割を担っており 中でも海峡の声と中国家芸行使は比較的よく知られています中国の検索エンジンバイドゥのオンライン百科事典バイドゥ百科には、海峡の声について、海峡を挟んだ両岸の人々のための公益ラジオ放送と記されています。一方、報告書は、この2つのメディアは、実際には中共軍所属の機関で、過去を調べればその証拠がすぐに見つかると指摘しています。1958年 中共軍が台湾の金門島を砲撃したいわゆる金門砲戦に合わせて中共はアモイに中国人民解放軍福建前線放送局を設置し1984年にその名称を海峡の声と改めましたまた中国加計広派行使の前身は福建前線広派電隊の支局で1991年になってようやく公式名称中国加計広派行使がつけられました 報告書によると海峡の声と加計広波行使はどちらも中共軍の台湾向け放送局でその最終目標は中共の台湾掌握をサポートすることですこの2つの放送局は当初はいずれも一般的なラジオ局の形態で台湾に対し放送を行っておりその後は様々なメディア形式でたくさんの台湾人を可能な限りカバーしています また現地に合わせてビンナン語やハッカ語といった方言による放送も行っています海峡の声と加計工波講師の所在地はどちらも福建省復習市円筒街十五号で実際は一つの機関が二つの表札を掲げています海峡の声は発射アンテナ二つを保有する中京軍の正式級機関で一つは古伝県の六一二七5部隊の管轄下に置かれておりもう一つは アモイの六一八三九部隊が管轄しています。報告書によると、三一一基地は放送局の他にも開封出版社という出版社も所有しており。放送局と同様に民間会社を装っていますが、この会社の株主は三一一基地一社のみです。これらの機関はすべてラジオやテレビ、インターネットや書籍を通じて、台湾の各界にプロパガンダキャンペーンを行っています。 中国問題専門家のオーガ氏は、軍機関が民間メディアを装うのは、中共の対外戦略で一貫した手法だと指摘しています。台湾の視聴者がもし、それらのメディアの大元が、中共軍だと知っていて、心の準備ができていたら、世論戦や心理戦は何の役にも立たなくなります。 軍だけでなく、中共統一戦線部門のほとんどすべての対外部門は民間団体の皮をかぶっているので、外部の人は中共とは無関係の民間団体だと誤解してしまうのです。このことは、中共の欺瞞性と中共自身も自分たちの悪名を知っており、それを隠さなければならないと自覚していることを示しています。ntd ジャパンがお伝えしました。